厳しい暑さが続く中、県内の各市町はエアコンが効いた公共施設などを開放し、熱中症対策として利用を呼びかけています。県全体では暑さをしのぐための休憩所などが155箇所設置されています。ただいまより鹿嶋市の松尾勝利市長は先月の会見で、市立図書館など市内の3つの公共施設を町中避暑地として開放することを発表しました。日中の熱中症対策だけでなく、電気代の高騰が続く中で節電にもつなげてもらおうと、鹿嶋市では去年から利用を呼びかけています。周りの人とやっぱり関われることで、自分の状況とすぐ分かりますので、涼しいところで日中過ごしていただくっていう形を取れば、少しやっぱり熱中症対策につながるのかなと。県によりますと、暑さをしのぐ場所として市町が法に基づき指定するクーリングシェルターと、市町が独自に設置する熱中症予防休憩所が県内に155箇所設けられていて、県はこまめな水分・塩分の補給やエアコンの適切な使用などのほか、自分の住む自治体の休憩所の情報を確認するなど、熱中症対策を呼びかけています。